皆さんこんばんは、 MK です。ゼルダの伝説風のタクトパート2やっていきましょう。前回の続きからですね、山の上に落ちた女の子を助けに行きたいと思います。あっち側でしたよね。結構遠いので走っていきましょう。なんか他の家とかも気になるところなんですが、とりあえずは女の子最優先で行きますよ。なんかこの鼻水垂れてる男の子、私が来ると追いかけてくるんですが、同じことしか言わないので無視していきましょう。こっちでいいんですよね。左が見張り台で右が妖精の森。妖精の森？なんか妖精でもいるんでしょうか。妖精の力であの女の子が助かっていればいいんですが、もっと上か。てかあっち側だな。なかなか遠い場所ですね。これは立ち入り禁止、吊り橋補修工事のため森への通行禁止。マジで？森へ行きたいんですけど、もしかしてこれって剣で切れるんでしょうか。切れた。じゃあ無視して進んでいきましょう。吊り橋が壊れているみたいなんですが、渡れるんでしょうか。一応行ってみましょう。上どんどん登っていきます。結構高いところに来ましたね。なかなか怖いんですが、ここか。吊り橋があったけど、どこが壊れてるんだ。あそこですね。一マス抜けているんだけど、いや飛び越えれるでしょう。ここの看板には、この先妖精の泉跡、ご利益金運アップ。いいね、金運アップ狙っていきましょう。これってダッシュで行けば行けますよね、リンクさん。オッケー。なんとか飛び越えられました。リンクしか飛び越えられる人がいないんでしょうか。これは何、洞窟の中に入っちゃっていいの。あっち側にもなんかあったっぽいけど、とりあえずいいや、洞窟に入ってみましょう。洞窟の中にさっきの女の子はいないと思うんですが、あ、いたぞ。あの子だ。お、枝に引っかかってますね。多分まだ生きてると思います。あの子を助けに行きましょう。助けに行けば私がこうね、好かれる可能性もあるので、待って、なんかいる。なんかいるよね。なんだあの青いの。こんにちは。私はあの女の子を助けたいだけなんですけど、あなたに用事はないんだって。待てよ。これは Z 注目からの、剣で攻撃していきましょう。あ、弱いぞ。案外倒せそう。よーし、オッケー、倒した。まあまあまあ、まだ最初だからね。あっちに行くためには、まずこの切り株に乗っかって、ここジャンプしていく。オッケー。待っててね、あの子を助けてあげましょう。あんまり顔がよく見えなかったので、可愛いかどうかはわからないんですが、こんにちは。うーわ、また来たよ。待って、君たちに全く用事ないんだけど。私、しかもあの鳥、なんかさらった鳥と似てない？おーわ、めっちゃでかいよ。落ち着け落ち着け。あー、待って、でかくはないか。アップ気味に映ったんで、でかいのもでかいと思ったんですが、そんなことはないみたいだ。はい、ここまず1体倒しました。まだ1体いますよね。はい、君も倒していきましょう。オッケー。終わり？終わりましたね。どこ行った？いた。こんにちは、助けに来ましたよ。お、目が覚めましたね。待って待って、大丈夫だよ。落ち着いて落ち着いてって言ったばっかりなんですけど、あんまり暴れると危ないって。ちょっと待って、私が助けてあげるから。枝が折れちゃった。大丈夫？結構ドスンと落ちましたが、いたたたた。大丈夫ですか？助けに来ましたよ。何？あ、この服見覚えがあるとか、そういうことじゃないんだね。なんだいその服。それよりここは？服なんかバカにされがちだな。そうか、私はでかい鳥に。そうですよ。なんか途中までさらわれてましたよ。姉貴、テトラの姉貴。お、仲間が助けに来ましたね。なんなんだそのポーズは。いまいちわかんないんだけど、よかった、ご無事だったんすね。山のてっぺんに落ちていく姉貴を見て、俺はてっきり、まあそうだよね、誰もがあれはもうまずいと思ったんですが、てっぺん？じゃあ鳥のやつ、私を山のてっぺんに落としやがったんだね。まあ山のてっぺんに落としやがったというよりは、石にぶつかって落ちちゃったって感じですね。やってくれるじゃない。なんか対抗心を燃やしているみたいですが、さあこんなところでグズグズしていないで行くよ。え、私は？やつにこの借りをきっちり返さないとね。まあそれはわかるんですけど、姉貴、この小僧はですよ。私が助けてあげたんですが、いいから構ってないで、さっさと行くよ。振られちゃいました。あー、行っちゃった。下っ端さん、私がやったんですけど。あー、追いかけてったよ。リンクさん、なぜか追いかけていったんですけど、私が助けたというのをアピールしたいんでしょうか。兄ちゃん、お、なんだったっけ、アリルか。アリルがこっち来ました。危ないよ。え、立ち入り禁止って書いてたんですけど、待って、その吊り橋一マス落ちてるので、ちょっと気をつけた方がいいと思いますが、来ちゃった。大丈夫？待て待て、走ると危ないと思うんですが、テトラちゃん、あ、テトラちゃんじゃないな、なんだっけ、アリルちゃんか。名前が混ざってるんですけど、待って、まずいんじゃない？鳥がこっち来てるよ。うっそ。待った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 、ちょっと、なんで、なんで妹をさらったんですか。
兄ちゃんまずいぞこれは。どうにかしよう。あいつなんとかならないか。おーリンクいいぞ。立ち向かったけど待って、あいつさすがに空飛んでるから無理だって。危ない。大丈夫ですかリンクさん。ありがとう。海に落ちるところだったよ。なんか助けてくれました。ありがとうございます。あバカ、こらもう暴れるんじゃないよ。うーわー待ってよ、妹さらわれちゃったんですけど。なんで？あの鳥は何が目的なんでしょうか。もともとはテトラだったっけ。テトラの姉貴をさらっていたはずなんですが勘違いしちゃったんでしょうか。なんだって、私たちの船に乗りたい。まあそうなるよね。船に乗ってあいつを追いかけたいんですけども、あんた分かっているのかい、私たちは海賊だよ。何の取り柄もないちびっ子を乗せて何の得があるのさ。まあそうなんですけど、あんたが妹をさらわれて後を追いかけたい気持ちは分かるけど、それは私たちとは何の関係もない話だろう。まあそうなっちゃいますよね。そいつはどうかな、誰だ。誰かが話しかけてきたんですが、さっきの郵便屋さんだ。おうおうおう、なんだお前、横から口出すんじゃねえよ。結構野蛮ですねこの人たち。まあ海賊ですから。何、俺が言いたいのはお前さんさえこの島に来なけりゃあの子がさらわれることもなかっただろうってことさ。まあそういう捉え方もできるよね。それはどういう意味だい。まあ聞けよ。俺は仕事から手紙を配達しているからいろんな島に行くんだが、最近各地で娘が誘拐されるって話を聞いたことはないか。何でも誘拐されているのはお前さんみたいに耳の長い娘だって話だ。なるほど、確かにアリルもちょっと耳長いですよね。それに確かさらわれたあの子も耳が長かったよな。だからさ、あの鳥はお前さんと間違えてあの子をさらったんだよ。なんか物は言いようですね。てんてんてん。それに森で化け物たちからお前さんを助けてくれたのはこのリンクなんだぜ。そうだよ、そこを私はアピールしたい。それは本当かい。そうですよ。ああついでに言っておくと、あのでかい鳥は北の方にある魔獣島を根城にしているらしいぜ。詳しいな。めちゃくちゃ詳しいですねこの郵便屋さん。魔獣島？魔獣島ってあの何？どうする、ここは行きがかり上このリンクに力を貸してやるのが筋じゃないのかい。おいいですね、もっと言えもっと言え。くあんたに言われなくてもそうするつもりだったさ。ありがとう。魔獣島ってとこは最近不気味な噂が絶えない場所さ。なんか怖いなそこ。まさかそんなチンケな剣だけで乗り込もうなんて本気で思っているんじゃないだろうね。こんな平和な島にだって自分の身を守る盾になるものぐらいはあるだろう。盾あったかな。そいつを手に入れてきたら船に乗せてやるよ。それと言っておくけど、一旦船に乗ったらしばらくは帰ってこれないからね。親を悲しませないようにちゃんと挨拶してくるんだよ。まあそれは分かったんですけど、盾、あ、分かった、家にあるじゃん。そうだったそうだった、おばあちゃんがあの飾ってた盾がありますね。それを取りに行きましょう。お母さんはいるの？この人、君がお母さんなんでしょうか。リンク、アリルちゃんの声が聞こえたけど、やっぱりそうなのね。あ、違うな、お母さんっぽい感じはしないですね。おばあちゃんと暮らしているんでしょうか。おばあちゃん、あの盾を貸してほしいんですけど、どこにいますか。まあお家の中から出ていないとは思いますが、いた。おばあちゃん盾貸して。リンクどうしたんだい、ばあちゃんにも教えておくれよ。アリルはどこだい、まだ外で遊んでいるんだろう。それがさらわれちゃったんですよおばあちゃん。ちょっと盾貸して。なんだい、ばあちゃんに話せないことでもあるのかい。いやないんだけど、もう自分で取りに行くしかないですね。はい、じゃあ上に行って盾が、あれ待って、ここにあったよね。さっきまでここに飾られていたはずなんですが、おばあちゃん盾の場所知ってますか。おっとムービー入りました。あ、それだよ、おばあちゃんが持ってますね。リンク、何、どうしたの。その盾ちょっと借りたいんですけど。あ、なんか気づいてるのかな。お前が探しているのはもしかしてこれかい。そうなんですよ、その盾がないとさ、海賊の人が船に乗せてくれないっていうので持っていきたいんですけど。大丈夫、それ持ってっても。持っておいき、ありがとう。ありがとうおばあちゃん。勇者の盾を手に入れた。勇者が使ったとされる伝説の盾。なんかリンクちょっと変な顔してますね。 ZR を押すとしゃがんで防御、注目中であれば移動しながら防御も可能だ。なるほど、注目しながら使うのがメインになりそうですね。おばあちゃん行ってくるよ。どうやらアリルがさらわれたっていうのは本当なんだね。そうなんですよ、私の目の前でさらわれちゃってごめんなさい。あんな幼い子をなぜ。そうなんだよね、何の目的でさらっているのかはちょっとわからないんですけど、もうこうなってしまった以上私が助けに行きますよ。おばあちゃんもう一回話しかけてみたいと思いますが、アリル
いや大丈夫です、私がちゃんと取り返してきますから。よし、盾が手に入ったので、これでテトラも船に乗せてくれることでしょう。他にこの村には何もないですよね。なんかいろいろ入っていないお家とかもあるんですけど、まあ後で戻ってこれるでしょう。先に海賊船に向かいたいと思います。大丈夫だよね。なんかここで取り逃すともう取れないとかそういうことはないと思います。はい、盾持ってきましたよ。アリル、オートとアリルじゃねえや、テトラ混ざるんだよな名前が。ずいぶん古びた盾だね。今でも使えるのかい？使うしかないんだよ。まあいいや、それじゃあ出航するよ。よろしくお願いします。いいかい？いいですよ。よし、じゃあ出航しましょう。魔獣島に向かうんだな。魔獣島？魔獣島？ちょっと読み方わかりませんが、おお、ドラムをバーンと叩いて、それが出航の合図なんでしょうか。お、帆が張られました。かっこいいね。なんか海賊船いいよね。めっちゃかっこいい。なんだそれは。ドラゴンの頭みたいなモニュメントが前にありますが、よし出航しましょう。バイバイ。よし、なんとかアリル助けてくるんで、みんな待っててください。リンク頑張れよ。頑張るよ。なんか知らない人たちもいるな。アリルちゃんのことをよろしくね。体に気をつけるんだよ。その右側にいるでっかいおばあちゃん、私見たことないんですけど、他の家の中にいたんでしょうか。なんだ、リンクが何かに気づきましたけど、何が見えたんでしょうか。あ、おばあちゃんだ。おばあちゃん行ってくるよ。アリルをなんとか取り戻してくるから安心して待っててね。そうだよね、今日誕生日パーティーやるって言ってて、せっかくスープも作ってくれていたんですが、今日中に戻ってこれるかな。いつまでやってんだい。いやいや、島との別れなんだよ。あんたやっぱり行くのをやめておいた方がいいんじゃないのかい。そんなこと言うなって。そんなんじゃこれから先が思いやられるよ。いや、もうずっとこの島で育ってきたからさ、ちょっと感慨深いものがあるんだって。なんだったら今からでも島に戻ってやろうか。なんかちょっと小バカにしてきますね、このテトラっていう女の子は。まあ海賊の船長なのかな。多分この船で一番偉いのがこのテトラなんだと思います。私はどうすればいいんですか。リンク、フラフラしているとみんなの邪魔だよ。すんごい言われようだな。あんたのことはニコに任せたから、下に行って何をすればいいか聞いてきな。ニコ、女の子かな。ニコってなんか女の子っぽくない。ニコちゃんのところに向かいましょう。うむ、それにしてもニコもうまいことやりましたな。下っ端の仕事はそりゃあ厳しいことばかりでしたな。ニコも兄貴気取りで張り切っているようですな。じゃあとりあえず向かいますか。下って言ってましたよね。他の船員も気になるところですが、下に向かっていきましょう。そっち側は誰かいますね。こんにちは、君がニコですか。違うっぽいな。お待ちよ、ここから先はテトラの姉貴の部屋だわさ。私たちだってめったに入れないんだ。よそ者が入れる場所じゃないの。なんかちょっとお釜入ってますねこの人。下に行って、ニコちゃんどこにいますか。君は、君がニコ、いや違うな。用心舞、おいらは五本、今日からお前の兄貴分のニコ様だ。あ、お前がニコなのか。女の子だと思っていたんですけど、ちょっとがっかりですね。たっぷり可愛がってやるから言うことを聞きな。じゃあまずはじめに新米海賊の試験をするぜ。覚悟しな。オイラがこれからやることをよーく見て頭に叩き込むんだぜ。なんかチュートリアル的な話なんでしょうか。そのスイッチは何？押すと爆発するとかそういう感じ？まず最初にここにあるスイッチを押すんだ。近づいてスティックを倒せばスイッチを踏むことができるぜ。まあ普通に動けばいいんですね。はい、でそこのスイッチを踏むと何が起こるんでしょうか。なんだそれは。リフトが下から上がってくるから、こいつにジャンプする。ジャンプ、あ、まあまあさっきもやってましたよ、そのジャンプは。はい、ジャンプしてなんとか足場を乗り継いでいく。ここから先のリフトにジャンプして進むんだが、遠すぎてジャンプできないだろう。確かに。それを使うのかな、ロープみたいなやつ。そういう時はこうするんだ。どうするんですか。はい、ここで助走をつけて、ニコ頑張れ。はい、ジャンプして、おお、ロープにはジャンプすればぶら下がれるから、 L で揺らして A で手を離す。なるほど、これで揺らして手を離してそっちに着地すると。ちょっと難しそうだな。どうだ、やり方わかったか。これを続けてこの先の部屋の入り口まで行くんだ。あー結構遠いですね。リフトの上がっている時間は短いから、それまでにたどり着けなきゃそれでおしまい。わかりました、時間制限もあるみたいです。頑張っていきましょう。おお、ニコ早いですね。もうニコちゃんだと思ったのに。ここまでするのに最低でも1年はかかるな。まあそれより早くできたら褒めてやるぜ。1年そんなかかることある。さあやってみな。よし、じゃあやってみましょう。本当にここで1年かかったら実況が
進むの1年後になっちゃうんですが、あれ、あ、ここで下げるのか。まあまあ時間制限もあるみたいなんで、1回上げてからスタートしていきましょう。ここはダッシュで行けますよね。で、問題はこっからだ。ちょっと揺れてるので気をつけながらって言おうとしたんですけど、いきなり落ちちゃった。ごめんなさい。もう何してんだよ。ちゃんとジャンプしてここまで来いよ。それから言い忘れてたけど、ロープにぶら下がっている時に L で揺らす方向が変えられるぞ。あとは ZR を押すと振りが止まるから、止まったら上がり下がりできる。やってみな。あ、なるほど、そういうテクニックもあるんですね。ロープが揺れていてちょっと難しいんですが、なんとかやっていきましょう。戻っちゃった。まあまあまあちょうどいいですね。よし、じゃあもう一回ここでスイッチを押して頑張っていきましょう。揺れているロープに気をつけますよ。ど真ん中ぐらいでいけばなんとかなるでしょう。オッケーオッケー。はい、でここで揺らして A で離す。完璧。そしたらそっち側にはいけないか。一旦こっちを経由する必要がありますね。ここ走ってロープに捕まっていく。 A 押すの早すぎたかと思ったけど、なんとかなりました。はい、でここもちょっと揺れてるから気をつけていきましょう。一回でいけるね。危ないな。うわ、これ斜めか。斜めちょっと難しいですね。 OKOKOK。 はい、でここジャンプして、はい、着きました。1年どころか2分ぐらいで来れたんですが、え、もうできたの？てんてんてん。そうだよ。おいらも兄貴分として、は、鼻が高いぜ。かなり動揺していますね。1年も使いませんでしたよ。あ、あれ勝手にあげてもいいかな。何？何の話？いいよな。なんかちょっと不安になっているみたいですが、よし、向こうにあるお宝はお前にやる。ニコ様からのお祝いだ。みんなが来る前に早く持っていけ。なんか見つかるとまずいものでもあるんでしょうか。じゃあとりあえず持っていっちゃいますよ。え、奥にあるのはこれか。お、なんかいいもの入ってそうですね。宝箱の中には何が入っているんでしょうか。めちゃくちゃ光っているんですが、はい、中には、なんだこれは。獲物袋を手に入れた。主に敵から手に入れたアイテムが入る便利な袋。アイテム入れかな。最高8種類のアイテムが入る。中身を見るときはアイテム画面でカーソルを合わせて YXR を押す。わかりました。まあとりあえず持ってるだけでいいみたいですね。おい、リンク、魔獣島に着いたよ。早く上がってきな。早っ。魔獣島めっちゃ近いじゃん。で、これはどうやって戻ればいい？もう一回やった方がいいですか？チェン、まだまだ教えることたくさんあったのによ。まあいいや、お前の用事が済んでからまたやろうぜ。ですね。ちょっと楽しかったですよ。これは降りてもいいっぽいですね。じゃあ降りて、はしごを登って進んでいきましょう。テトラが呼んでましたよ。魔獣と地下。マジで？はい、上にいた。ここはアタックできないみたいですね。階段はちゃんと登っていきましょう。はい、でここ開いて外に出ますよ。魔獣島ってどんなところなんでしょうか。夜になっている。お、上にいますね。おい、リンク、こっち、こっちだよ。上ですね。ここは上に登っていきます。魔獣島は、海しか見えないんですけど、あれか、めちゃくちゃ不気味じゃん。うーわ、なんかライトがすんごい照らされてる。見つかるとまずいとか、そういうパターンなんでしょうか。はい、テトラのところまで着きました。ニコと何をやっていたんだい？いや、なんかチュートリアル的なのを教えてもらってました。まさかお宝かけてゲームとかして遊んでいたんじゃ。いや、そんなことはないですよ。遊んでいたわけではないんですが、まあいいや。それよりほら、見えますね。あれが噂の魔獣島さ。結構えぐい見た目してるよ。なかなかに難易度が高そうなんですが、お、鳥いるじゃん。上に鳥いましたよ、今。あいつがさらっていったはずなんですが、なんでも昔はこの辺りで私たちと張り合っていたチンケな海賊の隠れ島だったらしいけど、今じゃ見るからに物騒な場所になっちまってるね。まあ確かにそうですよね。かなり物騒に見えますよ。ほら見てごらん。何？あそこ、どこでしょうか。あそこ、あの窓のところ、何も見えないけど、オレンジの光しか見えませんよ。何？見える？あのカモメたちに見覚えがあるだろう。あ、一番最初のカモメだ。多分あそこにあんたの妹が閉じ込められているに違いないよ。マジか。じゃあ行きましょう。それにしても警戒が厳重だね。どうしようこれ。これじゃあ上陸する前に見つかっちまうのがオチだね。なんか考えて。はい、考えてください。どうしたらいいかな。海賊的なノウハウはないんでしょうか。なんだ、何か思いついたような顔をしていますが、あんまりいい顔じゃないぞ。なんだ、樽の中に入れられているんですが、まさかこのまま。うわー、そうだよね。
待って、やめてやめて、これはさすがに強行突破すぎない？あんな危ないところに行くんだ、これぐらいしないとね。マジでこれはちょっときついんじゃない？私たちもいつもやっていることだし大丈夫だって。いつもやってんのこれ？みんな準備はいいかい？いや、みんなは準備が良くても私は準備良くないよ。しくじっちゃならないからね、派手に飛ばすんだよ。待って、あんまり派手に飛ばさないで。その海にちょうど着地するぐらいでちょうどいいと思うんですが、3、2、1、発射。大丈夫かリンク？思いっきり飛ばされてしまいましたが、バイバイ。待って、おー、リンクさんドアップで、どこに着地する？やばいって、結構ど真ん中行ったね。あーあーあ、剣が、やばい。待って、ぶつかった衝撃で剣が落ちてしまったんですが、どうしよう。あれがないと魔物がいた時とかにきついと思うんですけど、リンク大丈夫か？海にボジャンと落ちてしまいました。っていうかあれだよね、樽のまま海に落としてくれた方が良かったと思うんですが、魔獣島、うわ、めちゃくちゃやばそう。待って、一番最初のミッションにしては不気味すぎない？よーし、なんとか頑張っていきましょう。リンクさんもう疲れている。妹はオレンジのライトのところにいるみたいなんですが、なんだ？あちゃー、剣があんなところに。ごめんごめん、当たりどころが悪かったね。そうですよ、かなり当たりどころ悪かったよ今。ふふ、ずいぶん驚いた顔してるね。確かに、なんでお話ができているんでしょうか。もう飛ばされているはずなんですが、なんだこれは。さっきこっそりあんたに持たせたその石はただの石じゃないんだ。その石を通して私にはあんたのやっていることがお見通しなのさ。めっちゃすごこの石。なんで？こうやって声も伝えられるから、 A になったら押してみな。わかりました、わかりました。印が出たら押していきましょう。アイテム画面で左を押して見ることができるコレクト画面に入れておいたからね。でも妹を助けたら返してもらうからなくすんじゃないよ。わかりました。さてと、ここから先はサーチライトの嵐だ。そのまま飛び込んだら一発で見つかっちまうよ。どうすりゃいいかよく考えな。まあ、サーチライトに見つからないように進まなければいけないんでしょう。よーし、じゃあ早速魔獣島行きたいところなんですが、時間的にも今回はここで終わりたいと思います。次回は魔獣島に乗り込んでなんとか妹を助けに行きましょう。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。